速攻無冠の帝王を擁するバイエルン、まさかのラツィオ相手に行く。圧倒的すぎるスタッツ残して負けるのくさ。シュート17本で枠内レイはやべえよ。バイエルンさん、ブンデスも落として CL もベスト16でこれか。さすが無冠の帝王ケイン様だ。ラツィオもよくわからんチームだし、バイエルンというかツヘルも意味わからんな。今日はサネも不調だったのでラツィオはかなり守りやすかったと思います。ケインの呪い強すぎ。バイエルンも無冠になるかもしれないのエグ。ラツィオすごすぎ。ホームとはいえバイエルンに勝つのか。ドイツ紙によるとバイエルンが試合で枠内シュートで7、5年ぶりらしいで。ケインの呪いマジで怖え。バイエルン終わったな。ケインいる限りマジで無冠続きそうなのヤバすぎる。